だからお前は理屈っぽいんだ。いつもいつもカッコつけちゃってよ。ふん、そんなお前は野生児だな。冷静に判断できなければ急な攻撃に対応できないぞ。なんだと？当たり前のことを言っているまでだ。まあ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 、二人とも落ち着いて。いや、今日という今日ははっきり言わせてもらうぞ。来た。いつもはっきり言ってるように思うが、なに？まあ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 、貫きもそんなに興奮しないの。飽きたも飽きたで煽らないの。仲良くやろうよ。ハヤト、これは大切な意見交換だ。喧嘩をしているわけではない。はあ？俺は喧嘩してるんだよ。こらこら、二人とも少しは冷静になれ。これは命令だ。ふん。二人とも連携の訓練は一旦中止して散歩でもして頭を冷やしてこい。そうだよ。散歩ね、散歩しておいでね。悲鳴と変な鳴き声がするぞ。まさか巨大怪物体？ん？なんだこの感覚は。なんだか胸騒ぎがする。リカちゃんが気になる。リカちゃーん、飽きた。貫き、巨大怪物体か。あ、リカちゃんの家が大変だ。もしや中に、リカちゃん。今は冷静になれ、アキタ。貫きに言われるとはな。まずは深呼吸だ。ふぅ。よし、話は読めた。認めるしかねえな。お前は冷静になった時が一番強い。俺がこの巨大怪物体を抑え込む。その隙に、シンカリオン1、力が強い貫きが、建物を持ち上げるんだ。わかったぞ、来た。行くぞ。踏み切るな！踏み切るな！踏み切るな！今だ、貫き。よっしゃー！土木工事に比べたら全くもっとお手のもんよ。とりゃー、貫き、リカちゃんは無事か。リカちゃん、ありがとう。シンカリオンさんたち、私は怪我もなく無事です。よかった。あとはこいつと型をつけるぞ、貫き。おうよ、飽きた、そのまま押さえといてくれ。俺の必殺技、車輪ドリルを受けてみろ。おりゃー、車輪ドリル、車輪ドリル、撃退。やったな、貫き、さっきはすまなかった。おう、こちらこそ悪かったな。飽きた、やっぱりお前すげえよ。なんだか仲直りしたみたい。よかったよかった。